アメリカ空軍がブレンデッドウィングボディを持つ新型機の開発プロジェクトの試作機の製造先にジェットゼロ社を選択したとの情報をキャッチしました。今回はこの新型空中給油機ジェット5を詳しく見ていきます。燃費などかなり改善されていますし、大型化しているにもかかわらず、CO2 削減の新時代到来です。今となっては西側諸国だけでしょうけど。では、ブレンデッドウィングボディって何を深掘ります。日本では、お盆休みの期間に該当していた2023年8月16日、アメリカでは、同国空軍がブレンデッドウィングボディを持つ新型機の開発プロジェクトの試作機の製造先として、航空ベンチャーのジェットゼロ社を選んだ。ブレンデッドウィングボディとは、日本語では混合翼機と訳され、機体の主翼部分と胴体部分とが一体となった構造を指し、この構造によって飛行時の空気抵抗を低減させることを実現しようという試みである。ブレンデッドウィングボディを構造として採用した機体は、そこで得られる空気抵抗の低減によって、機体そのものの燃料消費量の大幅な削減や、それによって得られるスペースへで、積載量の増加を図ることを基としている。すでに、アメリカ空軍においては、既存の戦闘機の現、ロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコン、戦略爆撃機の現、ボーイング社の B-1 ランサーなどが、ブレンデッドウィングボディを採用した機体と見さされている。そして、1990年代以後、それもあって、アメリカにおいては、現、ボーイング社や同空軍、そして、NASA、航空宇宙局のラングレー研究所等を中心に、ブレンデッドウィングボディを採用した大型の全翼機が数多く研究されてきた。ことに、実証実験機の X-48B は、2007年に初飛行を行い、世界的にも、大きな注目を集めたが、同機は、ブレンデッドウィングボディ構造の全翼機であると同時に、無線誘導方式を採用した、無人航空機でもあり、その意味からも注視されたものと思われる。ブレンデッドウィングボディ構造自体の航空機製造における着目は、意外に古く、未だ、レシプロ機が、中心で最高速度も亜音速だった、1940年代から、概念は存在しており、航空機の性能の向上とともに、さらに進化を続けたと言えるだろう。今回、アメリカ空軍が、ブレンデッドウィングボディを持つ、新型機の開発プロジェクトの試作機の製造先として選んだジェットゼロ社は、アメリカ本土のカリフォルニア州に、拠点を構える新興企業で、航空業界に新たな可能性を示した形だ。ジェットゼロ社は、自社のホームページ上において、その事業目的を、これまでにない性能を実現する、超効率的なブレンデッド、ウィング、ボディを備えたジェット機の開発だと明言しており、アメリカ空軍や NASA との協業を謳っている。そして、ジェットゼロ社は、自社が開発を進めるブレンデッド、ウィング、ボディを備えたジェット機について、軍用機のみならず、民間機の分野でも、カーボンニュートラルに対応し、最終的には、CO2 の排出量をゼロにするという、野心的な目標を掲げている。さらに、ジェットゼロ社では、自社のブレンデッド、ウィング、ボディを備えたジェット機は、これまでの定石であったチューブ構造の航空機に比して極限まで空気抵抗を減らして空力の効率を上げることで機体そのものの大幅な軽量化が可能だと主張している。その機体の軽量化によってジェットゼロ社は既存の航空機の機関部をそのまま転用した場合でも、より小型のもので、同等の能力を発揮させ、
人員や積載量や航続距離を確保し、燃料消費量や CO2 の排出量を半減させることが可能だとしている。こうした昨今の世界的なカーボンニュートラルの潮流に対応したジェットゼロ社のブレンデッド、ウィング、ボディを備えたジェット機の訴求点は、軍用機とはいささか目的が異なるようにも映るが、商業的には最大のアピールポイントなのだろう。今回、アメリカ空軍がジェットゼロ社に依頼したブレンデッドウィングボディを持つ新型機の開発プロジェクトの試作機は、Z5 と呼称されているが、これには大手のノースロップ・グラマン社も共同で取り組んでいる。ノースロップ・グラマン社といえば、全翼のステルス機である B2 スピリットや、その発展型である B21 レーダーといった戦略爆撃機をアメリカ空軍に供給しているが、最近では NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスへの主体的な参画は行わないことが報じられた。NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスは、アメリカ空軍が推進している次世代戦闘機、いわゆる第6世代戦闘機の開発プロジェクトだが、その分野にリソースを投入するより、B21 レーダーや今回の Z5 に集中することを選択したのだろう。これは、すでに第5世代戦闘機として、アメリカ空軍に F-22 ラプターや F-35 ライトニング2が採用され、後者によって、ほぼ西側諸国の同分野の市場を独占した感のあるロッキード・マーチン社の牙城に挑むことに利がないと判断したものだろう。ノースロップ・グラマン社としては、軍需分野においては戦略爆撃機として満を持して開発、投入した B2 スピリットが旧ソ連の崩壊による軍縮傾向の煽りを受けて、わずか21機の製造に止まった苦い経験を持っている。その後継となる B21 レーダーは、現状では少なくとも100機の生産が見込まれており、旧ソ連に代わって急激に台頭してきた中国の脅威に対抗すべく、こちらは計画通りに今のところ生産が進められると目されてる。したがって、ノースロップ・グラマン社としては、得意な B21 レーダー等の分野でのアメリカ空軍からの受注で、経営上の安定は確保しつつ、将来性が高く、汎用的な需要の見込める Z5 を Z0 社と進める方向を選択したのだろう。今回、アメリカ空軍の上部組織であるアメリカ国防総省は、Z0 社のブレンデッド、ウィング、ボディを備えたジェット機 Z5 に対して、その試作機の製造に、およそ 2.35 億ドル、日本換算で、342億円相当をまず投資する。この Z5 の試作機の開発上のスケジュールは、現時点では、2027年中までに、初飛行を成功させ、3年後の2030年には、実戦配備を行うという線で進められる予定であり、その通りに進捗すれば、Z0 社は、大きく存在感を増すことは間違いない。ジェットゼロ社のブレンデッド、ウィング、ボディを備えたジェット機 Z5 は、世界的に軍用の輸送機と空中給油機の今後に大きな影響を及ぼすと見られており、アメリカ空軍においても、特に戦闘機の航続距離の延伸に効果を発揮することが期待されている。そんな Z5 だが、ジェットゼロ社が喧伝するように、既存の機関部を流用して開発が進められる予定で、詳細は不明だが、プラット&ホイットニー社製のターボファン方式のジェットエンジンが用いられると目されている。このような既存の機関部を搭載しながらも、Z5 は、ブレンデッド、ウィング、ボディの採用で、従来の半分の燃料消費量で、飛行が可能となると目され、さらに機体自体が軽量であるため、滑走距離も大幅に短縮される可能性がある。こうした特性から Z5 の技術は前述したように、
民間の旅客機へのフィードバックも現実味を帯びており、ジェットゼロ社では200席から250席程度の中規模な民間旅客機市場への参入も視野に入れていることが見て取れる。こうした中規模な民間旅客機の分野では、アメリカのボーイング社は、近年はヨーロッパのエアバス社にことごとくシェアを奪われており、ジェットゼロ社の成功は、アメリカ企業の民間航空機業界にも朗報となる点が注目されているとも言える。ただし、ボーイング社という一企業から見れば、軍需でも民生品でも、軒並みシェアを失う一方であることは変わらず、同社の今後にとっては、ジェットゼロ社とノースロップグラマン社の協業も、頭の痛い問題かもしれない。